突然ですが大阪乙女生2024 2月10日11日2日間行ってきました。おもろい明日無限大 OAM 大阪乙女生2024です。ハイライトでお届けします。ワクワクワクラッシン、ブレブレの動画ご了承ください。かなりかなり歩きました。足が痛い。もう入り口からテンションが上がります。とってもたくさん来られてました。 RSR といえば、あ、オリドさんがいてました。めちゃテンション上がりました。この前フジモンさんにプレゼントキャンペーンで当選させていただいたオリドさんのサイン入りトートバッグいただいたばっかり、ここでお会いできるなんてかっこいい。そしてこの RSR の D1 優勝した時のスープラ、私はこれミニカー買っちゃいました。 RSR の文字大好きです。かっこいいですね。そしてブリッドのシートのところに行ったら、なんと土屋ドリ、あ、ドリドリだ、土屋圭さんがいました。まさかお会いできるとはめっちゃ嬉しかった。ワクワクワクスライシング、写真撮っていただきました。サインもいただきました。ということでうろ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 、もういろんなブースにうろ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 して、もう動画撮りまくりました。あ、ワークだ、もうテンション上がりますよね。本当にこんないろんな商品があって本当に楽しい。この赤いホイールかっこいいなと思いましたね。あ、そして車を撮るつもりがお姉さんたちをたくさん撮ってしまいました。車の撮影がメインなんですけどね、私は撮ってしまうことあると思います。気にしないでください。いろいろイベントもされていました。そしてなんとワイルドスピードのスープラがここで見れるなんて思いませんでした。これも最近ガチャガチャで買ったばっかりなんで、すごくテンションが上がりました。ワクワクワクスブラッシング。いろんなブースうろうろするとこ楽しいですよね。車ってやっぱりいろんなジャンルがあって本当楽しいと思いました。あ、ハスラーだ。そしてこれなんとドリドリ仕様の軽トラがありました。これすごく面白そうでした。すげえと思いました。そして旧車もありました。旧車も好きなんでええなーって思いました。そしてこれラリー出てる方もいましたね。これすごいかっこいいなーって思いますね。ほんとあ、レイズだ、レイズ大好きです。あ、いろんなホイールがある SL もありました。 TE シリーズもあります。あ、これ 40、 え、名前わかりませんけど40か。これかっこいいな、言うてましたね。これもね、ホイール、あ、これ A ラップかな。これ2024ニューホイールのコーナーでしたね。かっこええなぁ、ホイール変えたいなぁなんて思いますよね。これね、本当にもううろうろうろしてたら、もうあれもこれも欲しいな、いいな、いいなって思いますけどね。あ、これイニシャル D のやつですかね。これちょっとわかんないですけど、これ86ですね。かっこええなぁと思います。これも、まあ、いろんなこうね、もうめっちゃ低い、これもう床が削れそうなぐらい低い車。あ、ここなんかアンニーさんが来るっていうことを後で聞いて、あ、
見たかったですけど、アンニさん。そしてこれもガルブイングっていうんですか、これすごいっすよ。あ、こちらもいろいろケンメリとかね、なんかいろいろ止まってましたね。これもね、これは何だろう、これマーク2かな、わかんない。もうすごいですこれ。そしてこれアルトがないなと思ったらアルト見つけました。なんか嫁仕様のアルトです。かっこいい。これロンシャンのホールですかね。すごいなあと。そしてキンキラしてる、まあいろんな、あ、これハロースペシャルですかね。あ、うさぎちゃんに引っ張っていかれました私。あ、これ見たことあるぞ、これアシホンさんの、あ、415コブラですね。見たぞこれ。わ、すごい、もうなんか見たことあるやつがいっぱいあってすごくテンション上がりました。もう何でしょう、どこ見ていいかわからないぐらい、もう、あ、これもハッドゥー、あ、これノッコンさんお会いしたかったなと思いましたけど、しかもこれキャンディーラップ塗装ですね。すごく綺麗でした、これも塗装がすごい。うわ、これもすごいですよ、後ろのどんだけ入ってるんだこのなんか補強みたいなのが、すごいなと思いました。そしてこれオートバックさんが作られたガライアって車なんですね。知らなかったです、こういう車があるんですね。もう動画見ながら適当にアテレコしています。あ、これフィアットですね。これもかっこいいなって思います。でも撮りながらね、こういう車を撮りながらね、これお姉さんも映っちゃうんですね。これ仕方がないですよね、仕方がない。そしてこれなんかね、バッタンバッタンしてましたよ。これジムニーかな、これエアサスですね。すごいバッタンバッタンしてました。これいろんな車があって、もうキラ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 してました。これすごいです。そしてこれも旧車ですね、いろいろありますね。なんか懐かしいですよね、こういう車見ると。あ、86もある。もうカラフルなキラ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 、ツヤ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 した車がたくさんあって、もうみんなもうテンション上がってましたね。あ、そしてこれ GR、 これヤリスですかね。これもすごいすごいスペックですよね。もうこのままでサーキット走れてしまう仕様、300馬力オーバーなんですね。すごいですね、ヤリスシリーズも。なんか GR もこれすごいいいなって思いますね。もうね、これもうこれなんかね、トレーラーにウイングがでっかいのついてたりね、びっくりしますよ。いろんなジムニーありました。いろんなカスタムの遊び方あるんだなってワクワクしました。そしてアルトワークスはなかったんですけど、スイフトはありました。アルトワークス1台ぐらい置いてほしかったなって思います。そして自衛隊も展示されてます。これすごい車ですね。そしてこれパジェロですかね、自衛隊の。これ乗せてもらいましたよ、これで。そしてこれが、メガクルーザーかなんかって言ってましたね。ホイールは17インチ履いてましたけどね。もういろんな車、デリカとかいろんな車がありました。もうあれもこれもって撮ってたらね、iPhone の充電がもうすぐなくなってね、もう大変でしたこれ。そしてね、ブレーキパッドもありましたね。最近買ったディクセルさんの S タイプありました。こういうのも展示されてました。これもラッピングかなんかしてもキラキラキレイ。そして工具もね、いろんなもの売られてました。めちゃワクワクおもろい明日無限大ワクワクワクブラッシング。そして結局キーホルダーを作っちゃいました。チャンネル登録よろしく。